この時間は令和3年度小田原 LL 制度申請開始のお知らせをお送りします。お話を伺いしますのは人権男女共同参画課の武井さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。このほど令和3年度の小田原 LL の申請が始まったということなんですけれども、はい、改めましてこの小田原 LL とはどんな制度なのか教えてください。はい、小田原 LL、正式名称は女性活躍推進優良企業認定制度と申しまして、女性活躍を積極的に推進している市内企業等を、その取り組みの内容に応じまして3段階、ゴールド、シルバー、ブロンズに認定する制度になっております。はい、こちらはいつから始められた制度なんですか？はい、年度としましては令和2年度なんですが、実際前回募集かけましたのは今年の1月に最初始めたところでございます。この小田原 LL に認定された企業はどれぐらいあるんでしょうか？はい、令和2年度の認定数としましては、33社ございまして、その中でゴールドが23、シルバーが7、ブロンズが3という内訳になっております。結構多くの企業の方が申請して登録されてるんですね。そうですね、初年度としてやはり33社申し込みがありまして、無事申請された全社、認定ということになっています。はい、それではですね、この小田原 LL 認定後にはどんなメリットがあるのか教えてください。はい、認定されますと、企業の、イメージアップ、これがやっぱり一番大きいと思います。はい、でそのイメージアップによりまして人材確保、業務改善での業績アップ等につながっていくと思います。はい、うまく活用していただければと思っております。でこの、うまく活用していただきたいということなんですけれども、認定された企業はこの小田原 LL というものを外にPR していいということですね。はい、こちらの小田原 LL の、マークが、ございまして、こちらにつきまして認定企業さんの方は、ロゴマークとランク別のマーク、データを、配布自由に活用していただくような形で配布させてもらっております。はい、昨年から始められた制度で令和2年度の認定数が33の企業ということなんですけれども、その企業の皆さん今どのような状況なんでしょうか？はい、皆さんですね、その選ばれた、ランクからまたステップアップするような形でいろいろと新たな取り組みも検討されて、取り組んでいただいているような状態です。でうち のこの LL のマークを使ってですね、各社ホームページ等で、こういう形で認定されましたよというのをうまくアピールされて、自社 のアピールに活用されている状態です。はい、令和3年度今年度の申請がもうすでに始まっているということなんですね。詳しく教えてください。はい、今年度の申請につきましては受付が7月1日から、9月30日まで、申請書につきましては小田原市の方のホームページからダウンロードして提出していただくような形になります。メールのほか郵送持参も可という形になっています。でまた申請作成にあたりましては、各種相談とも受け付けておりますのでよろしくお願いしたいと思っています。はい、この小田原 LL 制度、女性がの活躍を推進しているということは女性にとって働きやすい、女性にとって働きやすいということもお勤めになる皆さんにとって働きやすい環境であるということにもなりますよね。はい、やはり就業を、検討されている方の方からしてもですね、例えばこの LL に認定されているということによってその自分が今度
申し込んで働いていく就業環境がどのようなものなのか、自分たちがあって自分たちのことを考えてくれているというところに対して会社側からのアピールになると思います、はいね、ぜひこの認定を検討されている企業の皆さんはまずご相談いただきたいですね、はい、今日は、ね、小田原エルエールということで、女性の活躍推進に関連したこの制度のご紹介なんですけれども、はい、小田原市ではその他にはどんな取り組みをされているんでしょうか。はい、このような女性活躍の推進の取り組みをさらに促進する意味でですね、例えば管理職でない女性を対象にしました、リーダーシップセミナー、要はキャリアアップのための意識啓発のセミナーとかですね、あと、経営者に向けての女性活躍に関する講演会、それからキャリアの相談窓口なども今年度から新たに設置しております。ね、なかなか社内の教育を待ってるだけではなく、こう自分からこうした、はい、講習などを受けてアプローチしていくことも女性が活躍するには大切なことになってきそうですね。はい、はい、ぜひ皆さんご活用ください。よろしくお願いします。広報だわら、この時間は小田原 LL 制度申請開始のお知らせをお送りいたしました。武井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。広報だわら、この時間は小田原イノベーションラボ開設のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは未来創造若者課の松藤さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、今日はですね、小田原駅東口にあります商業施設みなか小田原に来ています。こちらに7月1日に新たなこの拠点の場、小田原イノベーションラボがオープンしたということなんですね。この小田原イノベーションラボとはどういった施設になるんでしょうか。はい、小田原イノベーションラボは小田原市の公民連携を推進する新たな拠点です。主に本市や市内企業がさまざまな活動を展開することにより、行政と民間との連携や企業と企業をつなぐビジネスマッチングなどさまざまな関係構築をサポートし、新たなまちづくりにつなげていきます。今の社会情勢の変化、そして市民ニーズというのもこう多様化してきてますよね。はい、そうですね。現在社会経済情勢が変化し、市民ニーズが多様化しています。そうした中、行政の力だけでは複雑化する課題を解決していくことは難しくなってきています。こうした流れに対応するため、企業や大学、研究機関をはじめ、さまざまな発想やアイデアを持つ若者や女性など多くの主体が集まり、学び交流することでイノベーションを引き起こし、新しい街づくりにつなげていきたいと考えています。はい、新しいことを、新しい知恵を出してくださる若者の皆さんと作り上げていくということですね。はいはい、このイノベーションラボでは実際にはどのようなことを行うんでしょうか。はい、まず企業、大学、若者、女性などからの連携相談窓口を設置し、提案や相談をワンストップで受け付けます。また民間企業や若者、女性など幅広い方々と市長との意見交換会の開催、各種イベントなどさまざまな出会いや創造の場として活用していきます。また Wi-Fi 等の通信環境が整備されていますので、民間企業や団体の方のテレワーク、ミーティングのスペースとしてお使いいただくことができます。はい、こちらの施設なんですけれども、どのような人が利用することをできるんでしょうか。はい、SDGs の目標達成のために本市と取り組んでいただいている小田原 SDGs パートナーの皆さんや、デジタル化によるまちづくりに共に取り組んでいただいているデジタルイノベーション協議会の皆さん、本市と連携協定を締結している企業や事前に利用登録をした企業、団体の皆さんなどがお使いいただくことができます。はい、こちらね、非常に作業効率も上がりそうなスペースがたくさんあるんですけれども、こうしたテレワークなどに利用できるコワーキングスペースの利用登録、こちらはどうやるんでしょうか。はい、小田原市のホームページやこのイノベーションラボに利用登録申請書がありますので、利用規約とガイドラインをご確認いただき、その利用登録申請書を提出してください。なお、企業団体等のみが利用登録申請をすることが可能です。はい、それではこちらの施設、小田原イノベーションラボの開設日、開設時間などを教えてください。はい、開設日は年末年始を除く日で、開設時間は平日は午前10時から午後9時まで、土日祝休日は午前10時から午後7時までとなっております。はい、
それでは改めまして、市民の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、このイノベーションラボを多くの皆さんが集まる活気あふれる拠点にしていきたいと考えています。ラボに行けば新たなチャンスが生まれる、そう皆さんに思ってもらえるように取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。広報小田原、この時間は小田原イノベーションラボ開設のお知らせをお送りしました。松藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく、おんさわ、前に進みます。おんさわ、後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足、右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足、左足、肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。側頭とツイストです。左に、両足を揃えてツイストです。次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。背伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。